じゃあやっていこう。で、広島ね。広島2戦目かな。やっていきましょうか。マツダスタジアムです。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。広島東洋カープ対阪神タイガース。前回はね、運よくね、勝てたけど、まあ、先発打てなさすぎだよね。もうちょっと早めから打ちたいんだけど、なんかなかなか打てないよね。最近同じパターンなんで。ただ左ね、篠田がな、打てないよね。苦手なんだよな。頑張ってくれませんかね。前田は前回ダメだったかな。さすがにそんなに、たまにしか打たないか。能力的に高くないからね。当ててくるね。で、新井が4番と。ダメだね。タイガースの先発ピッチャー安藤、これで今年の登板数は14となって10勝にしたいよね。10勝目はどうか。なんだかんだ毎年ね頑張ってくれてたんで、本作も頑張ってほしいが、これは良くねえな。盗塁、まあ、バントなんだ、手堅いな。あぶね。今日はブラちゃんがねお休みなんで。おっしゃ、正面ね。まあ3点まではいいんで頑張ってくれ。正面、これはでかいね。で、檜山がブラちゃんのところに入ってみたが、未だにヒットがない。やっぱ代打なのかな。もうさすがに無理かな。これはダメっぽいな。何してんだろうこれ。三振狙いで打てないんだ。こういうことか。単純に調子がいいんだね。まあやっぱり今回も中継ぎの時に打てればいいかなぐらいかな。まあ安藤は今作はいまいちなのね。カットしてないよね。あんまりいい感じじゃないが、ホームラン打たれるよね今作は。早めに見ていけ戦法やっていくか。まあまあいいよいいよ。カウントをね、おっと、安藤打つね。やるね。ここから変えていこうか。ここから三振を狙ってくる。違うんかい。いやー、そこ止まっといてほしかったな。なんで走るんだ。頭が悪いのか。ダメだな。マジで打てないね。流れ的にそうなのかな。優勝したからいいんだけど、打てなかったら切れてるよね。
もうちょっと頑張ってほしいね。これはショートになります。一塁に送ります。一塁、これは悠々アウトです。まあ、なんだかんだでピッチャーがギリギリのラインで熱耐えてるんで試合になってるけど、これも強い値だ。中間に上がった。バスはいけますよ。東でいいよね。東で天谷、あと誰みんなは欲張ったね。デッドボール。これは違うか。見ていけじゃないっぽいな。安心か。取りました。ピッチャーフライに終わりました。さあ、どんなイメージで打席に入ったでしょうか。違うっぽいね。お！でもいい当たり。ツーストライクからヒットってあんまないからね。ノーボール。かなりもうヒットがないですからね。身長だよ。バントね。頑張れ、ノムさん頑張れ。いやーダメか。いかん。これはいかん。回の裏、カープの攻撃、打順は2番から。赤松な。出塁してチャンスのきっかけを作りたい場面です。阪神にいたと思ったらいつの間にか広島にいる人が多いよね。逆もそうだもんな。金本とね新井が広島だもんな。打順は次に変わります。まあだからどっちもどっちっていうか、交換で行ったのかな。そうかもね。まあ、お互いいい関係でね、プロ野球を盛り上げていければいいんじゃないかな。今はね、もう広島金持ちだもんね。稼いでるよね、確か。グッズ販売とかいろいろ手広くやってかなり稼いでるよね。もう昔とは違うっていうね。一番人気は阪神っぽいが、売り上げはどうなんだろうね。打球はサードへ。サード取った。一塁送球。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。さあさあ、5回の裏。お、前田、トップバッター。前田智則。前田に結構打たれてるよね。なんだかんだで打たれてしまっている。これは走らないでしょ。うわ、危ねえな。あ、いいところ。これは？取って一塁へ送ります。おお、ギリギリアウトです。ロバート、お前頑張れ。まずはインハイへ体を起こしてから外に攻めていきたいですね。かなりバッターがベースに追いかぶさっています。どうでしょう。このまんまでいいよ。2回の1打席目、空振りの三振に倒れています。もう一回いった。打球はショートへ。取って、おお、いい判断。走んない方がいいよね。三塁より一塁に投げさせた方が暴投するよね。なんだなんだ、やばい。これは取れる。危なかった。今じゃんけん負けたわ。じゃんけん負けるように誘ってくるんだよね。ここまでいいバランスの投球内容になっています。3連戦の中日は6回の表、タイガースの攻撃。この回はトップから始まっていきます。赤星、あーっと三振見えました。チャンスが膨らみません。とにかく1本出した方に長打狙うとこの三振が多いよね。まあもうちょっと計算しないといかんですよ。ベンチワークも重要になってきます。おお、飛んでったよこれ。入るんじゃない。下がって下がって。一発狙っといてよかったね。たまにこれがあるんだよな。今のバッティングについてお聞きしますが、勝川さん、
今のバッターがね、読みが当たったというそんなとこじゃないですかね。あ、そうでしょうね。はい、1点先制します。スコアボードに点が記されます。リードを取ります。誰もが待ち望むところで打つのがさすがです。勝ち越しです。いや、自分のバッティングというものが、いや、いいね。ありますね。お、いい当たり。鋭い当たり。打球はレフトへ上がって、どうだ。ワンバウンドヒット、落ちました。打ったバッターは二塁へ。金本も頑張ってね。ツーベースヒット。さあ、辰川さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。で、新井がどうでしょうか。いける。そうですね。おお、いいね。つないだね。無理しなくていいよ。セカンドランナーは三塁です。で、檜山がやってくれるから大丈夫。檜山がやってくれる。やれ。ああ、これあれか。まあこのまんまでいいんじゃない。監督の頑張れ。この打球はアットゲッツーになりそうだ。取って二塁アウト。ガイアフライ。一塁アウト。ゲッツーに成功。スリーアウトチェンジ。クロスゲームは一球一球に注目です。こうなる。今日は変化球中心の組み立てになっています。点の欲しいこの場面、カープ木田号、これ木田号、木田号ですよね。木田号危ないな。おお、今のはちょっとボール臭いよね。そして打順がトップに返って、東出が3割2分はやりすぎだよね。取れる。低い当たり。取りました。これで2アウト。打順が移ります。赤松、赤松って2割3分なんだね。その割にはうちで打ってるよね。ショートです。ショートが取ります。一塁に送ります。一塁、これは余裕で。もう手堅いな。3アウトチェンジです。1点を争う好ゲーム。目が離せません。力。カープ、今日もう変わるんだ。梅、1点リードされた場面での今回は早いね。どんな投球を見せるのか。やはりファンの声援が違います。この変わりどころをガチコンと。ああ、惜しいな。ちょっと高かったでしょうか。こういうファール最近多いよな。お、手堅い。いい当たり。やっぱこの間抜けるのいいよね。ゲイロバートがホームランもう打ってないよな。当て。だからダブルプレーやるんじゃ。あ、いけた。ギリギリ足が速い。で、3割のトリカリが、あー、ダメか。まあ、安藤、打てる？ダメか。まあ、8回から1番でいいかな。7回の裏、カープの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。77なんだよね。繋いでいけるでしょうか。落ちるボール、打ちました。取りました。まあでも1回打たれたらもう変えた方がいいかもね。最低引っ張ったら打たれるんで、このゲーム取れる。ダメか。これ危ないな。これ匂ってるね。匂ってんね。まあ、1点を守りに行って、天気がよくありますよね。でも、ここは普段通りに。ここが勝負。安藤、監督の変化球打った。ラインには際どいか。打たれるんか。ファーストランナー、セカンドベースを蹴った。ライトからセカンドへ。セカンドランナー、今ホームインした。タイムリーツーベースヒット。意味ねえ。一点が意味ねえ。無駄なことしたな。安藤、ここまで打たれたヒットの数が5となった。うわ、早っ。これはいい当たり。一塁送球、ファースト取って、これはアウトです。今のやばいな。そのバッターボックスとなります。まあ、こういう状況ですので、これは三振狙い。ここまで許したのは1点だけ。これも取れる。頑張った。これは一塁アウトで、まあ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 、粘ったかな。勝ち越したかったんですけどね。7回の表を終了。カープ1対1追いつきました。8回の表、タイガースの攻撃。この回は赤星が今日はダメっぽいね。真ん中打った。1、2塁間です。抑えた。1塁はアウトになります。攻略するには当然何か仕掛けていかないといけませんね。接
おーっと、もうちょっと転がればな。安心多いよね、うちね。頑張れるでしょうか。高いな。まあでも打たせて取るんならいいけど、若干高いよね。うん、意味がねえな。通り通り。おお、おいしい。これこれはラッキーだね。次のバッターに変わります。高松、右のバッターボックスです。無理すんなよ。チェンジアップでしょうか。おお、なんとか粘ったね。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。投げてるボールが気に入らんが。熱戦の模様をご覧のチャンネルで。カープ、この試合2回目のピッチャー。お、変わったね。最終回、同点と。ワンチャン来ないかな。9回までタイガースの攻撃、トップバッター。頑張れ、頑張ってくれ。ダメだ。ほんと打てないよね。入るか。見ていけ。全然ダメだね。延長嫌なんだって。このゲーム延長にさせようとするよね。マジでつまんないんだよ。タイガース3番手のピッチャーを送ります。田敷藩、9回の裏、同点の場面でマウンドに上がります。カープ打線に対してどんな9回の裏、最後の攻撃になりました。さてどうなるでしょうか。いいよいいよ、頑張れ頑張れ。しっかり捉えた。打たれまくりだよな。ノーアウトのランナーが出ます。ヤマヤは足が速いんだっけ。そしてこの打順です。いや走ってこないんだっけ。この注目のバッター。来ないね。お、スライダーいいね。今の毎回投げとけば打たれないよ。走ってくるんだよ。ボールイは失敗。ボールイはな、バグチすぎるよね。元のボールってライトに持っていきました。取ってスリーアウトチェンジ。さあタイガース、次の攻撃は下位打線からとなる。10回の表、はい、じゃあもう変えていくか。しょうがないね。これ代打いきますね。タイガースですね。代打のバッターが出てきました。もうやっていこう。やるしかねえ。ブラジル、左のバッターボックスです。ガンガンやれ。ホームランホームラン。腕あっと打ちました。ダメか。一塁送球、一塁、これは十分間に合います。アウトです。鳥谷はまあここでいいか。見逃し。いやー、そしてピッチャー佐々木派、佐々木もう一回投げてもらおうかな。お、なんだこれ。で、赤星がもう全然良くないんでやめておこう。ちょっと変えるみたいですよ。さあタイガース、ここで代打を告げました。頼むよ。ホームランホームラン。打てばいいんだ。打てば、打てばいい。いやー、いい当たりすんね。当たってるよね。ヒットになった。采配的中、二塁はセーフです。前田、このチャンスは生かしたい。引っ掛けた感じになりました。前田ダメか。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあカープ、この後
タイガースですが守備の変化。うわー、打たれた。これやばいな、やばいな、負けるかもな。まあ、ここら辺からゆっくり見ましょうか。ああ、粘るね。弾きいいね。まあ、負けてもいいんだよ。いいよ、いいよ。ああ、いいね。粘るね。もう試合終わってもいいんだよ。頑張るんだよ。分かってんね。打点には響かないよ。スタミナが減っていく。嬉しくないな。もう延長はね、巻いていくわ。強化試合の延長とか一番どうでもいいよね。いやでもな、個人成績がね、やっぱ野球は大事なんで。で、新井がピンとこなかったんで、野原に変えました。いいよ、野原。お前はやるよ。いい顔してる。で、ここで檜山。打て。まあまあ、それでもいいよ。檜山の打ってるところ見たいんだけど、一回も打たないんだよね。これ外野フライでいう、外野フライ。外野フライでいいんだって。何してんの。あ、これホームラン。ホームラン見よ。ホームラン。どういうことやねん。ブラちゃん大丈夫。ダブルプレーにはならないよね。オッケーオッケー、これでかいね。で、佐々木がね、頑張ったおかげで、こういう流れができましたっていう。じゃあ、今岡で、とどめ、やってもらいましょうか。いけ。今岡コーチ、いけ。うわー、渋いね。渋い。系統ミスったね。で、好調な柴田恒平。残念。まあいいよ。よく頑張りました。頼むよ頼むよ。何本打たれてんだよ、バカじゃねえのっていうぐらい打ってんの。やりすぎなんだよね。これ逆転サヨナラあんのかな。こういう時は逆に、あ、コーチ派遣やっとく。ただこういう時あんまり効力ないんだよね、これ。あ、ダブルプレー、美味しい。1点はいいよ。2点ぐらいはいいんで。ど真ん中、ど真ん中、行け。おっしゃ。問題なしと。いやー、危なかったね。東出がやばい。とんでもないよ。いやー、なんかね、終わってみれば勝ちましたけど、まあ、ヒヤヒヤでしたね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、失礼いたします。